皆さんこんばんは、カズーホールのアメ鉄です。昨日我々はですね、スタッフ一同町の健康診断へ行ってまいりました。その結果がですね、本日来まして、内容から言うと特に大変悪いところはないといったところで良かったんですけれども、ガンマ GTP、 いわゆる肝臓のあれこれが、基準値よりも多いと、尿酸値ですか、基準値よりもやや多いということでですね、書いてあったのは、お酒を飲む方は、控えてくださいということでありました。私ですね、バカみたいに、毎日飲むタイプの人間でして、本当にその家でも晩酌っていうよりはもう結構しっかり酔っ払うまで飲んじゃうことが多いので、そういう結果が出るだろうなっていうのは思っていました。ただショックです、それは隠せません。ガンマなんとかとか尿酸値がどうとかっていうのをいろいろ調べたところですね、やはりお酒を控えた方がこう人生的に幸せだぞっていうところですね。例えばこのブスな顔、昔からよく疲れてるねとか言われるんですけど、それももしかしたらその毎日飲んでるお酒のせいだったのかな。禁酒しますっていうか、もう酒はやめますとは言いかねますので、アメ君酒控えます。休肝日を取りますね。休肝日を取るというか、酒を飲む日を決めるという感じですか。それが果たしてできるのかどうかは分かりませんが、本日は10月2日の営業が終わって帰ってきたところです。さすがに今日は飲みません。1,2,3 と3日ぐらい動画を撮ってですね、明日は体にいいとされる、そういう肝臓がどうとか尿酸値がどうとかってなった人たちがこういう食べ物がいいよっていうのをちょっと調べて買ってきて、それをこう食べるとして、そのお酒をやめてどんな人生が待っているのか、自分の実験をちょっとしてみたいと思います。はい、10月2日のお話でした。はい、おはようございます。お酒控える月間2日目の朝です。適度な運動がいいということなので、ちょっと先走ってきまして、縄跳び、これで運動不足を解消していこうと思っております。思った以上にハードでしたわ。ちょっとこれは続けていこうかなと思います。仕事の準備します。はい、2日目の夜です。いろいろ調べてどういった食生活がいいのか調べたんですけど、あれにはこれが入ってるから食べちゃいけないとか、これにはあれがあるから食べちゃいけないとか言われすぎて、結局何も食えないじゃないかと思ったので、一応こう一貫して言ってるのは、脂質を取りすぎないっていうことと、タンパク質を取ってくださいっていうことですね。昨今筋トレダイエットブームですけれども、多分その人たちが言ってるような食生活がいいんじゃないかと。まずこれです。ご飯、炭水化物はやっぱ取った方がいいっていうことなんで、一応この糖質カット、カロリーカットみたいなやつ、本当はなんか麦とかそういうの入ってるやつ買おうと思ったんですけど、今回はこれでいきます。海藻、もずく、メカブ、豆がいいらしいんで、豆腐で、やたら言われてるのがこれだったんで買いました。サバ缶これです。卵、はい、これは多分ゆで卵するかな。で、ヨーグルト、脂質ゼロ、はい、ヨーグルト、俺たちのロシア、これはもう普段から僕食べてるんですけど、はい、もうバッチリですよ。これ鶏の胸肉、これ今日はセールでなんとグラム38円。鶏胸肉は僕はよく食ってるんですけど、取り方が悪かったんですよね。これは継続して食べていきます。要は今までこう酒をバーって飲んでた分、何を食えばいいか分かんないですけど、とりあえず酒を抜いて、今まで食ってなかったですね。特にこういう海藻、卵、ヨーグルト、あと大してご飯も食ってなかったりするんで、全然栄養も足りてなくて買ったところにバンバン酒を入れまくってたのが良くなかったと思うので、とりあえず酒を抜いて今まで食ったことなかった栄養素を、取っていきたいと思います。ではまた。本日も、ランニングしてまいりまして、これから縄跳び選手権、これがどうやら結構いいっぽい。
はい、本日終了。超疲れた。はい、本日は10月3日の夜です。酒を飲まなくなってからマジで朝起きれる、よく寝れる、これはあります。今まで飲んでた量がかなりの量だったのであれですけど、今結構ビール飲みたいです。これご飯じゃ 100% ご飯じゃありませんでしたね。米粒状加工食品、こんにゃくが入っているそうです。昨日食べたんですけど、美味しく食べれました。続けていこうかなと思います。明日も、運動して、健康的な一日を過ごしたいなと。なんとなく肌ツヤも良くなってきたかも。さあ、本日は10月5日です。カズホールの本番が終わりました。なのでついに3日間我慢したあれを投入したいと思います。果たしてどんな味がするのか楽しみです。はい、本日もお疲れ様でした。久しぶりにこいつを入れてみたいと思います。あ、はい、どうぞ。あ、お疲れ様です。本日出演したワーズビーズのそったくんです。 ありがとうございます。じゃあ彼も3日間禁酒したんで勝手にやってました。はい、一緒に乾杯したいと思います。音久しぶりさあさあ、はい、お疲れ様。こいつだ。あーっていう声が出る人になりました。うまいですか。うまい。まあ継続して運動も食生活も、まあお酒も多分大して飲まないと思います。ただ飲むときはやるんで、今後も、いい付き合いを。それでは乾杯。お疲れ様でした。ありがとうございました。